アイテム番号 SCP-578JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-578JP は防腐、冷凍処理を行った上でサイト、8170内の専用耐爆収容庫に収容してください。また、腐敗が進行した SCP-578JP は焼却処分を行ってください。説明 SCP-578JP は、山梨リニア実験線に存在する高川トンネル及び茎トンネル内に出現する、直径 2.8 メートル厚さ20センチメートルのせんべいです。成分検査では、うるち米が使用されたごく標準的なせんべいであることが判明しています。SCP-578JP には必ず焼き印が施されており、その文様は出現ごとに異なります。SCP-578JP は不定期に出現し、高川トンネル内に出現した場合は上り、茎トンネル内に出現した場合は下り方面に加速を始めます。この際 SCP-578JP はガイドウェイに沿って浮揚しながらおよそ 620km 毎時の速度で移動します。そして茎トンネル及び高川トンネルに突入した時点で跡形もなく消滅します。出現、消失時は不可解な発光現象を伴うため、観測は成功していません。20、高川トンネル茎トンネル間に位置する実験センターにサイト、8170が建設され、ガイドウェイの分岐を直接サイト、8170に引き込むことにより、SCP-578JP の収容、研究が開始されました。現在サイト、8170には、前の SCP-578JP が収容されています。20、焼き印に規則性が見られたため、解読が行われました。以下は解読が完了したものの一部です。日付16229、42、差出人ムルチ教授、案件転送装置の再起動祝い、本文先日は災難でしたね。まさか転送装置が故障してしまうなんて、修復祝いと、送信テストも兼ねてせんべいを送ります。食べられましたら、お返事ください。日付16229、43、差出人モッチ教授、案件 RE 転送装置の再起動祝い、本文無事食べられました。装置はもう問題ありません。気を取り直して研究を再開しましょう。時に、ムルチ教授。この通信手段も古くなってきました。新たな異次元性転送理論を構築しようと思うのですけど、どうお考えですか。日付16229、45、差出人ムルチ教授、案件ライア転送装置の再起動祝い、本文失礼。取り込んでいて食べるのが遅くなりました。新しい理論ですか？何か良い案でもあるのですか？ありましたらぜひ教えてください。日付16229、46、差出人モッチ教授、案件新理論、本文食べました。新しい理論については、すでにある程度論文を書き上げ終わったところです。一部を送りますので良ければお食べになってください。あなたの意見もぜひ聞かせてください。この後、前面に焼き印が施された、前の SCP-578JP が連続して出現しました。異常な騒音が発生したことにより周辺住民への情報漏洩が発生しました。記憶処理や情報操作により事態は収拾され、以降 SCP-578JP 通過区域における騒音対策が強化されました。日付16229、50、差出人ムルチ教授、案件 RE 新理論、本文これは素晴らしい。これまでの概念を根底から覆す画期的な理論ですね。あまりの面白さに5日間もずっと食べふけていました。同じ門のものとして、良ければ共に研究を行わせていただきたい。この SCP-578JP の確認の1日の地にサイト、8170が完成し、収容が開始されました。以降の記録は全て回収済みの SCP-578JP です。日付16229、52、差出人モッチ教授、案件ライア新理論、本文 A、ぜひ。あなたと私は観覧深苦を共にした旧友です。共に未来を召させるのであればどれほど幸福でしょうか。早速打ち合わせを行いたいです。できれば顔を合わせて対談したいところですが、こうも離れていては難しいですね。日付16229、53、差出人ムルチ教授、案件 RE 新理論、本文食べられましたか？また装置が故障でも起こしましたか？日付16229、55、
差出人ムルチ教授、案件あるいは心理論、本文もしかして何か気に触るようなことでも言いましたでしょうか。共同研究の申し出でしたら、断っていただいて構いません。返信お待ちしています。日付16229、55、差出人モッチ教授、案件ライア心理論、本文を忙しくて食べられていませんでしょうか。こちらでは着実に心理論の構築が進んでいます。転送媒体にはせんべいではなくあられを用いることになりました。これでより小さくより大量の情報を転送することができるようになります。日付16229、60、差出人ムルチ教授、案件無題、本文せんべいでしか言葉を交わせないことが辛いです。届いていますか？先日の不用意な発言を深くお詫び申し上げます。もしモッチ教授が、私が研究成果を横取りしようと企んでいるのではないか、とお考えでしたら、それは誤解です。私はただ純粋に、あなたと一緒に研究がしたいと、あの日の、若かりし頃の共に勉学に励んだ日々を再び、そう考えただけです。もし共同研究は不可能だとしても、またせんべいを交わす中に戻れればと。返信、待っています。日付16229、65、差出人ムルチ教授、案件無題、本文前回の話も、見当違いだったのかもしれません。きっと、おそらく、あなたは私の心に気づいていらっしゃった。一緒に研究しようだなんて、昔ならともかく、今となって急に言い出すのは変な話ですよね。すみません。私は、勉強し可能がない人間です。そんな私に微笑を投げかけてくれたのは、モッチさん、あなただけでした。いきなりなんだって話ですよね。自分勝手だと言われようとも構いません。でも、急に態度を変えられたということは、気づいているんですよね、私の気持ち。この際すべて話します。ですから、あなたも正面から向き合ってはくれませんか？多分、私はあなたのことが好きだったんだと思います。いや、好きでした。そして今もずっと、心の中で思い続けているんです。だから、初めてあなたの方から新しい理論の話を持ちかけられて、少し浮かれていたのかもしれません。お近づきになれるチャンスだと。あなたにしてみれば、勘違いも甚だしいところでしょう。ええ、本当に。せんべい一かけらでも構いません。あなたの思いが知りたいです。返信をください。そうすれば、私の気持ちも踏ん切りがつくと思います。長々とすみません。日付16229、87、差出人モッチ教授、案件新装置が完成しました。本文装置ができました。これからはそちらも使おうと思います。せんべいはそちらに届いていますか？まだ装置は試作段階です。これからの詰めの段階にはムルチ教授のご助力も不可欠です。ぜひご一報ください。日付16229、91、差出人ムルチ教授、案件無題、本文転送回路が正常であることはもうわかっています。食べていないとは言わせません。無視ですか？もう何日経ったと思っているのですか？この SCP-578-JP の後、さらなる研究のために、収容済みの SCP-578-JP に GPS 装置を装着し高川トンネルへと突入させる実験が行われました。SCP-578-JP はトンネル突入と同時に発光、消滅しました。また、GPS による追跡も途絶えました。日付16229、92、差出人ムルチ教授、案件無題、本文なぜ私の言葉を無視するのですか？あられ型装置、なぜ勝手に進めてるのですか？それに何ですかこの変な機械。せんべいに異物をつけるなんて何のつもりですか？ふざけてますよね？私の気持ちをもてあそんでいるつもりですか？そこまでするのなら、私にも考えがあります。後で後悔しても知りませんよ。この SCP-578-JP が回収された直後、炎上する SCP-578-JP が、毎連続して出現しました。分岐点を通り去ると、8172突入した SCP-578-JP 群は次々に爆発し、再度、8172甚大な被害をもたらしました。幸いにもこれ以降長期間 SCP-578-JP が出現しなかったため、無事サイトの修復は終了し、収容設備も耐爆性を向上したものへと交換されました。日付16229、95、差出人ムルチ教授、案件無題、本文さようなら。日付16231、33、
差出人もっち教授、案件お久しぶりです。本文せんべいをいただけなくなってからもう2年が過ぎましたが、ムルチ教授はいかがお過ごしでしょうか。あられがたい次元媒介通信は実用化までもう少しです。しかし最近は装置の不調が多く、なんか、通信が届けられない時もあります。なんだか昔のこの装置を思い出しますね。実用化した際には、ムルチ教授もぜひ手に取ってみてください。そして、また私とせんべいの、いえ、あられのやり取りをしましょう。それでは、この SCP-578-JP を最後に、現在まで SCP-578-JP の出現は確認されていません。現在 SCP-578-JP のニュートラライズドクラスへの格下げに関する審議が進行中です。ホイ日付16229-87の SCP-578-JP 確認以降、日本各地で、パチンコ台の中を流れるあられ、の目撃情報が相次いでおり、SCP-578-JP との関連性も含めて現在調査が進められています。